はいはい、どうもこんにちは、松江修造の彼氏ってますなんですけどね、今日はですね、まあまああんまし、ここよくランキングを僕紹介するんですけど、ランキングでもよく早死にする職業ランキングっていうのが出てまして、怖いですね。まあそれだけしんどいということなんでしょうかね。第1位がですね、まああんまりこんな言うと良くないんでしょうけど、大手航空代理店の営業、大手航空代理店さんの営業大変なんですね。博報堂さんとかね、そういうとこでしょうかね。あ、名前言ったかね、会社名ごめんなさい。2位が IT 企業の下請け SE プログラマーですかね。はなら IT のプログラマー大変でしょうね。3位がチェーン飲食店の店長、確かにチェーン店の店長大変です。4位が若手官僚、官僚大変ですね。5位、病棟勤務の看護師、6位がタクシー運転手、7位が LCC の客室乗務員ね。まあ、確かに LCC は安いし大変ですわね。8位が自衛官、そして9位が公立学校の教員で、10位がトラックの運転手ということで、まあ早死にするというか、まあ、大変しんどいというね、職業ランキングでしょうけどね。松尾修造、これ知ってます。今日ちょっとあんましいい話なかったですけど、ごめんなさいね。どうもありがとうございます。失礼いたします。オリンピック万歳。これずっと言っとこう。